それでは今回もね、カプテテフと上を目指すシングルレートやっていきたいと思います。バビは前回と同じで今日もやっていきたいと思います。いやー、このバービーね、むちゃくちゃ楽しいんですよ、本当に。まあ試合数見てもらったら分かるんですけどね、まああれから速攻続き撮ってるんですけど速攻で続きを撮ってるわけですけども、いやーでもね、ほんと楽しくてですね、いやもう Z 日本バレとかさ、 Z スキッズスワップとかさ、もうだってさ、もうこんな楽しくないわけないじゃないですかいやもうそれはハマりますよ。まあ、と言いつつね、多分今回でこのパーティーのを使うのは多分最後になるんじゃないかなと、動画ではね、やるのは最後になるんじゃないかなと思います。というところで対戦相手見つかりました。よろしくお願いします。お相手もテテフですね。テテフ、ウィンディ、お、グソクムサ、ギルガデド、サザンドラ、ガブリアスと、炎枠がバックフーンではなくて、ウィンディと、そうですね、ウィンディもバックフーンと同じで燃え尽きるを覚えるんですが、特攻と素早さがバックフーンより劣ってるんですよね。よいしょ。あと、噴火も覚えないので、まあそういう理由でね、今回はウィンディじゃなくてバックフーンを私は採用してるわけなんですが、あと気になるのは愚足無差ですね。愚足無差は先制技が得意とするポケモン、先制技を得意とするポケモンなので、まあ、カプテデフとの相性はあんまり良くないんですよね。まあパーティー、同じパーティーに組み込む分にはそんなに悪くないと私は思ってるんですけど、私のパーティーには多分出てこないと思います。さあ、初手はどうするべきか。そうですね、一応バックフーン、ウィンディもらい火の可能性があるんですよね。もらい火だった場合はバックフーンの炎技が無効化されてしまうので、それはちょっとよろしくないですよね。ギャラ悪くないですね、ギャラ。バックフーンギャラ、いやなんかバックフーンギャラ球根っていう選出多いな、本当に。いや、ギャラ、いや、球根から入りますか。球根バックフーン。ギャラ出していこうと思います。オールラベールからの展開をちょっとやってみようかなと。お、ポーズ一緒ですね。もしかしてさ、この帽子につけてるアクセサリーも同じですかね。違うかな。まあ、いっか。そこまで恐れかなと思ったけど。若干、角度が違ってわかんない。さあ、グソクムシさん。よくテテフ、テテフパーティー相手によく出すな。ちょっと勇気がありますね、なかなかお相手。すごいな。いや、やりますね。テテフ見たら絶対出てこないと思って切ってたんだけど、普通に出てこられたか。どうしようかな。まあ、ここは。オールドベールで持ちますか。いや、フリドラで打点取っとく抜群ですし。いや、どうしようかな。まあ、助けなんでなんでしょう、一発耐えるんですよね。まあ、フェアリーライブですから、出会い頭は半減ですし。まあ、一応オールドベール貼っておきましょうか。出会い頭プラス悪事で落ちたりしたら、やばいので。さあ、お相手は先制技ではないと。ほほほほ。水技かな。あ、あはは、そういうことね。はい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 、はい。わかったわかったわかった。君のしたいことが今わかったよ。さあ、壁破壊、破壊しに来ましたね。さあ、ここフリトラ打ちますが、フリトラで倒したところで、多分、球根より速いポケモンが出てきて、壁破らせねえぞっていうことなんですかね。いや、外読まれたっぽいかな、これは。なかなか悔しいですね。さあ、ここからお相手も行動変えてくるんですかね。一回瓦割りで、私はこれがしたいんだっていうのを相手見せてきたんで、私はまあこれに対応した動きをすると読んで、まあ、そうですね、フリドラ読んで、ガルドバックとか、ありえるんでしょうか。ウィンディーバックとかもありえるか、新速で処理できると考えて。ただ、お相手は新速等にもカプテテブの影がちらつくはずなんで、先制技って若干打ちにくいはずなんですよね。無双降臨許しちゃうので。さあ、引っ込んだ。いやー、テテフか。はい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 。いやー、スカーフっぽいな、これ。
横は振り上から殴るっていう算段でしょうか。いやーちょっとあんまりよろしくないなこれは。さあ振りからそこそこのダメージと、一応オールダメージ貼ります。多分スカーフで上取られてると思うんですが、一応やります。まあそうですよね。じゃあギャラ出してまいりますかね。メガリュウマイで、いや具足無者が辛いか、いやどうだ、ギャラ出してメガ進化してリュウマイする、具足無者出てくる、悪くはないように見えますね。瓦割りで抜群は取られますが、半分削れるんじゃないかな、ギャラだったら。いやでも防御高いしな。確かスカーフテレブの攻撃爆風一発耐えるんで、こう爆風で舞うっていう手もあるんですよね。いや爆風出しましょうか。つかスカーフテレブの最高記念室一発耐えるので、前の動画の前の前でしたっけの動画を参照にすると、そう考えるとこう Z 日本張りでいい気しますね。さあお相手これであれでしょうね、あのメガギャラいないと踏んでくる可能性がありますね。ああここ出ないってことはメガギャラいないのかなっていう。さあ引っ込んだ炎技読んでウィンディーか、いやいや具足無さ、はい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 。さあこちらは Z 技です。 Z 日本まで何読みだったんだろう。スカーフ噴火を読んでとかですかね。さあ Z 技 Z 日本まで、さあなんかもう最近ずっとこればっかやってますけど、なんかカプテレブより使ってる説ありますね大丈夫か。まあ、相手先制技もできないので、フィールドの効果によってコマの上から噴火で叩いていきましょう。いやーやっぱ最後フィールド生かさせていただきます。具足無者ね、これがあるから若干テテフト選出するときって難しい気するんですよね、同時選出する場合って。さあ残念ながら最後フィールドで守られていますと、まあ、具足無者捨てですかねこれは。でラスイチが出てくるんじゃないかなと。モライビューウィンディーがいたらこの場面多分出てくると思うので、まあいないと踏んでいいでしょう。さあガブリアス、スカラブだったら抜かれてますが、スカラブじゃなかったら抜かれてないので、ここは燃え尽きるをします。タイプをね変えていきましょう。ワンチャン自信耐えますねこれだったら。さあ燃え尽きる、330超威力の技がガブリアスを襲い、そしてタイプが炎が燃え尽き、タイプが変わりますと、あ呼ばれてるもしかして待ってちょっと待ってあーこれまずいですね、これ読まれてたパターンですね。あー噴火で勝ってたか、あマジか燃え尽きり、地震読み燃え尽きるだったんですけど、噴火で落ちなかったらこれ大惨事ですね。噴火タイプ1なくなったんでこれ落ちない可能性全然ありますよ。危な危なちょっと自信読んで燃え尽きるをしたんですけど、まあ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 倒せたからよしと。さあカップテテフト、まあ、これがね日本丸をすることによって燃え尽きるをした後でも、爆風でも火力をかなり確保できると、まあ、これが Z 日本丸の強みですね。まあ、上取ってると思うのでこう噴火でいきます。臆病スカーフか、控えめ従属なんですよねうちの爆風が。スカーフって今臆病なんですかね。猛火補正破壊入りますが、まあダメージはお察しでしょう。まあ、スカーフ確定したんでここが、まあ、メガギャラで勝ちでしょう。落とされます、ね、臆病が多いんですかねテテフって。いや私控えめしかまだ使ったことないんですよね。スカーフはなんか控えめのイメージがあったんですけども。さあギャラ出してメガ進化で神砕くで勝ちでしょう。
メガ進化で噛み砕くと。よしよしよし。いや、いい感じにサイコフィールドパクれましたね。私のあのバックフーンの戦術がサイコフィールドと合わさるとあんな感じでね、先制技も無効にできて超強いので、まあただ乗りさせてもらってありがとうございますということで、対戦ありがとうございました。バックフーン強くない？バックフーン実はむちゃくちゃ強いのでは思ってるんですけど、Z 日本バレバクフーンって実はむちゃくちゃ強いのでは？今環境に刺さってる可能性が浮上してきましたよ。わかりませんけども。まあいや、続けてやっていきましょう。でもあそこのガブリアスの行動ちょっと強気でしたよね。あれ負けてたら普通に負けてた可能性ある気がしますね。勝ったら1700乗れるかな？いや、勝って乗りたいですね、ここは。まだ乗ってないんですよね。3分入ってから。対戦よろしくお願いいたします。お相手のパーティーが、おえ、マセード、初めてじゃないわ。マセード、ペリッパー、エンニューと、バンバドロ、ジバコイルメイキと。順天のいないパーティーってなんかほとんどない気するんですよね。あんまり見ないイメージありますが、やっていきましょう。ミミッキュいますし、ここはギャラドスは出していきたいか。で、警戒しないといけないのがマセード、ジバコイルですかね。で、ペリッパーもいるので球根悪くないかな。結局こうなる、結局こういう性質になってる気がするよ、いつも。いやいやいや、でもなんか割とまとまりが良いと思うんですよね、私は。そうですね、ここは初手バクフーンのギャラ球根でいきたいと思います。決定で。初手バンバだった時がちょっとめんどくさいかな。対戦よろしくお願いします。どうなんですかね、エンニュートって実は確かあんまり戦った記憶ないんですけど、タスキなんですかね、エンニュートは。さあ出てきた、エンニュート。わかんないな、わかんないやつできてしまった。エツが負けてるのは知ってるんですが、何をしてくるやら。ちょっとわかんないな、これは。いやー、助けな気するな。だったらここどうするべきなんだ。炎技は飛んでこないか。いや、でも毒技飛んでくるだけできついんで、球根出せないですよね。日本バレをするのもそれはそれでな。爆風失えないですし、ギャラ出すっていう手もありか。いや、多分だけど、ここ場所を失って、場所じゃないわ。爆風を失っても多分なんとかなると思うんですよね。さあ、一発与えるはず。あー、火力低いな。できれば、もうかけんないまで押し込んでほしかったんですが、まあ仕方ない仕方ない。もうちょっとね、エンニュートの火力があった方がありがたかったんですが。さあ、Z 日本バレ。さあ、S1 逆転できたと思いますが、がですよ。まあ、多分タスキなので、タスキを削るくらいの仕事しかできないでしょう。まあ燃え尽きで押していきましょう。エドルウェーブ、タスキじゃなかったらね、猛火圏内まで入って落とせるまであったかもですけど、まあまあまあいいでしょう、そこはね。ギャラドス出していきます。メガ進化はするべきか否か。まあ耐久上げたいし、しますか。
ここメガリウム入れん。さあ、まあヘドルウェイブで攻めてくるのかな、このまま。さあ特性型破り、お相手はヘドルウェーブ。まあそんなダメージないんないでしょう。結構耐久ってますからね、いい耐久と竜のない。もう一問したいけど、毒毒とかされると厄介か。まあ聖画とかで耐久されるとそのまま持ってかれそうですしね。でももう一枚しとかないとちょっと不安でもある。バンバとかの耐久を考えると、もう一枚したい気持ちもありますが、いや起点にしてしまうか。これはもう一枚します。アンコールとかないよね、アンコールとか。あ、よし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 、それなら大丈夫ですね。ヘドウェイはそんなに入んないと毒にもならない。よし、ここは自信で炎竜と落としましょう。さあ、ラスじゃないの、2匹目が出てくると思いますが、誰かな。ミミッキュには超有利です。なのでミミッキュは出ないはず。バンバドロかな、いたら。いたらバンバドロだと思うけど。あ、地箱か。あれ、これは頑丈でしょう、間違いなく。まあ地震で頑丈圏内までとりあえず減らしましょう。さあ考えてますね。ボルトチェンジを押すべきか、普通の電気技を押すべきかで迷ってるとかですかね。10万かボルチェンかみたいな。まあ地震で地箱を取った。あれ、頑丈じゃないのか。頑丈地箱って今あんまいないんですかね。前の動画、前だったっけ、2つ前ぐらいか、動画の地箱よりも確か頑丈じゃなかったですもんね。あんまり今いないのかな、頑丈地箱って。バンバドル、氷の牙の方が打点取れるか。噛み砕くより、噛み砕くが80の 1.5 倍の120だからですね。まあ、氷の牙で。さあバンバドルに氷の牙が入ると、さあ持久力で防御が上がります。アイテムは何もないと、インファイト。まあ、これは当然耐えきれないですが、裏にね9本いるので、まあ、多分頑丈でも上からフリーズドライ打ってれば勝てたと思うので、バンバドル相手も頑丈でも、まあ、多分大丈夫だったんじゃないかな。ミミッキューがラス位置だったら危なかったか。まあ何しろ勝てたんでよしとしましょう。雪降らし発動と。ここはフリーズドライと、まあ、D1 段階下がってますからね。まあ当然耐えられないと抜群ですし。よし、対戦ありがとうございました。いやちょっとヒヤッとしたけど、まあいい感じにね、メガギャラ強いよということでできたんじゃないかな。大丈夫か、最近全然手で使ってないけど動画にして大丈夫か。まあいっか。まあ最近はちょっとね、あの日差しじゃあ Z 日本場で爆風が楽しすぎるということで、まあ良い、いいんじゃないかなと思います。というわけで、まあ、今回のこのパーティーは多分この動画で最後かな。というわけで、お疲れ、皆さん本当にご視聴、お疲れ様でした。ありがとうございました。多分おまけでパーティー紹介入ってると思いますので、興味のある方は、続けてご視聴していただけると嬉しく思います。そう、興味のない方はね、ここで、対戦は終わりですので、またよかったらね、次回も見ていただけると大変嬉しく思います。それじゃあ一旦お疲れ様でした。バイバーイ。あ、多分1700乗りました。やったね。バイバーイ。それじゃあね、今回もパーティー紹介の方やっていきたいと思います。ただですね、パーティー紹介なんですが、このパーティーに関しましてはまだあんまり時間がなくてですね、動画で紹介した対戦ぐらいしかまだ潜れてないので、このパーティーの使用感というよりかは、まあ、こんな感じで、パーティーを組みましたよっていう
そんな感じの、紹介になると思います。まあ、どういう意図でこういうパーティーを組んだのかっていう、まあ、そんな感じの、紹介になるのではないかなと思います。なのでその、まあ、使用感をね期待されてるっていう方に関してはちょっと申し訳ないんですが、まあどっかまた後日どこかでお伝えできたらいいんですけど、どうだろう、何があるかな、ちょっと今なんか思いつかないんですよねどこでこういう場面だったらお伝えできるかなってちょっと思いつかないので、まあ、とりあえずねこの感じで、構築した意図みたいなのもこう説明していければなと思います。まずは、こちらカプテレフですね、クセッケちゃん、この子はエスパー Z のサイコキネスによるゴリ押しプラス、スキルスワップによって、スカーフと同じ速度を出せるというのが利点です。なおかつビーストブーストだったりとか、あとは、まあ、動画でありましたようにダウンロードですとか、そういう特性を奪えるとなおよしという感じで使っておりました。ただね、対戦でもあんまり使えてなくてですね、まあ見てもらったらわかるんですけど、なんていうんだろう、その HP に振ってないゆえにこう耐久がやっぱり足らなくて、ちょっとやりづらいなって感じる場面が多かったので、まあ、もうちょっとまだ改善の余地ありかなというふうに感じました。あ、これちなみになんですけど、人からのちょっと答えはいただきもので、なのでその親名はちょっと隠させていただいております。次メガギャラドスですね。いや本当にこのポケモンね、今どの環境どのパーティーにも刺さってるなって感じるポケモンでした。なんだろう、とりあえずギャラドス出しとけば強いって思えるくらいには強力なポケモンだと今思っております。まあ糸もね、まあ、今流行ってるなと思ったんで、まあ、じゃあカプテデフとも相性も良さそうだしということで組んで見たっていう感じです。あとさ、動画内でさまあ、このポケモン型破りっていう特性なんでしょ、メガ進化したらにもかかわらず、自爆を入れたい面で、あれ頑丈じゃないんですねとか言ったりしてたんですけど、それ型破りだからだよまあそんな感じで未熟な私ですが、これからもよろしくお願いします。なんか締めな話になってるけど、まだ締めじゃないですよ、まだ紹介していきますよ。次は、ギルガルドですね。まあ、これ言うことないですね。前回と同じで、まあ、このパーティーの鋼枠として採用しております。まあ、ガブにも強い風船型ということで使っております。次、そのガブリアスですね。実を言うとですね、まだ選出してないんですよね、このイジスカガブリアス。いや、強いと思うんですけどね。ただまだ一度も出したことがなくてですね。なんだろう、なんかね、他のポケモンの方が刺さってるって感じちゃって、まだ出せてないので、まあ、今後使っていきたいなと思ってます。激凛はまあタイプ1技で、自陣はコケゴとかに熱される技として、で岩石フューズなんですけど、これはメガボーマンナの起点回避のために採用してます。毒好きはまあ手で不要ですね、まあ、そんな感じです。次は爆風ですね。まあ、動画でも大活躍だった控えめ純速炎 Z 日本バレ Z 日本バレ爆風になっております。いや動画の、まあ、パート5だったかなでも話したんですけど、いやマジでね、生まれるまで時間かかりまして、オスの日の嵐がもう 何体生まれたんだっていうくらい生まれたりしたんですけど、いやこのポケモンはね非常に楽しいです。なおかつ今の環境だとね、なんか思ったより10倍くらい強かったですね。普通になんだろう、一発ギャグみたいな感じで終わっちゃうかなと思ったんですけど、なんか2発目からは、なんかね、うまくいかない感じかなと思ったんですけど、いや、意外と強くてですね、普通にそこそこやれるんじゃないかなと思ってます。構想段階ではですね、キューコンのオールダベールから繋いで、一発耐えつつ日本丸みたいなことを考えてたんですが、まあそこまでうまくはいかなかったですね。ただなんだろう、うまく使えた場面は多かったと思いますので、非常にね良かったんじゃないかなと思います。本当におすすめです。今の環境割と悪くないと思ってます。130速を超える素早さを出しつつ、なおかつ超火力炎技で攻めれるっていうのは良いことじゃないかなと思います。まあ、動画内ではね読みを失敗してましたけど、ガブの自信読みで燃え尽きるを打ったりとか、そういう動きもできますし、有利対面作れたら
まあ、割と日本晴れしちゃったりもしていいんじゃないかなと思っております。それくらいお気に入りでおすすめしたいポケモンですね。控えめ、純速、炎 Z、Z 日本丸爆風、おすすめです。あ、動画でやってないですけど、なんだっけ、ダイナミックフルフレームだっけによるご利用しとかもできるので、まあ汎用性も高いかなと思ってます。じゃあ次、キューコンですね。もともとのパーティーで、前のパーティーで採用していた吹雪をオーロラベールに変えて、ギャラとかテテフとか爆風で積み技を積みやすくしたんですが、動画ではね、瓦割りで割られたりなど全然うまくいかなくてですね、むしろ最終的なたすき持ちのストッパーとしてなんか採用してたって感じでしたね。ギャラとガブトに刺さったりとか、あとはサザンドラにも強かったりとか、そんな感じでなんか使ってて、でサザンでガブが、そう違う、ガルドが辛いから爆風とギャラでみたいな感じで使ってたポケモンですね。あと素早さが高いので、アンコールがねうまく刺さって、本当にいい感じに積みの起点作れるんじゃないかなという感じの構成です。吹雪とフリーズドライちょっと迷ってるんですけど、まあ、ギャラドすごいからフリドラでいいかなって感じです。ムーンフォースを読んでメガ進化しないパターンってあると思うんですよ、球根ギャラドス対面で。それのに対して抜群取れるフリーズドライが、まあ、安定するしいいんじゃないかなと思って使ってます。アメパにも強いですからね。と、まあこんな感じの構成でした。いやー、本当にねこのパーティーお気に入りなんですよね、まあ、特にこのポケモンなんですけどこのね、真っ赤な技ラン全部 PP5 ですよこれ。いや、もう潔いですよね。いや、本当にねお気に入りです。いや、バックフーンちょっともっと使いたいなと思うくらい楽しかったですね。バックフーンと組み合わせるんだったらテテフはスカーフの方がいいのかなとかちょっと思ったりしてますね。っていう感じで今後またパーティーを変えてね潜っていきたいなと思っております。まあ、このパーティーももうちょっと潜るかもですけど、裏とかでね。あと、そうですね、次はもうちょっとカプテテフを選出できるパーティーにしたいかなと思ってます。今回は本当に選出があんまりできてなかったので、まあ、言ってもまだそんな対戦してるわけじゃないんですけども、でもね本当に今までのパーティーだとほとんど毎回選出してたんですけど、それがガッと減ったので、もうちょっとね使いやすく相性のいい爆風を使っていくんだったら、それと相性のいいカプテテフを、まあ、使っていければなと思っておりますというところで、本当にねここまでご視聴お疲れ様でした。そしてありがとうございました。またよかったらですね、次回の動画もご視聴していただけると嬉しく思います。それじゃあバイバーイ。